ウィニングチケットとは、日本の競争馬である。1993年の東京優秀、弥生賞、京都新聞杯などに勝利した。バレーは、旧表記に統一する。ウィニングチケットは、1992年9月、函館競馬場でデビューした。この1200メートルの新馬戦では、安城に、伊藤雄二長教師の議定である、伊藤正則と、騎手養成長期家庭同期で、 ウィニングチケットの一族とゆかりが深い柴田真里を迎えた。この新馬戦では5着に敗れたが、柴田の新原で、より距離の長い同開催の1700メートルの新馬戦を連投で挑むことになり、柴田の海外遠征で横山則弘に乗り換わった、翌週のレースで勝利を挙げる。柴田の戦役起乗以来により、田中勝春に乗り換わった。 ハボタン賞でも白帽子を挙げ、安状が柴田に戻ったホープフルステークスもン場審査で、静止三減少となり、クラシックの有力候補の一等に数えられるようになった。年が明けて4歳、ウィニングチケットは、サツキ賞トライアルの弥生賞に出走。弥生賞では、最後肩からの追い込みで、成田大臣以下を抑えて優勝し、サツキ賞を迎えることになった。しかし、 一番人気になったサツキでは、馬が馬場入り後に入れ込み落ち着きを変えた影響で直線で、伸びずに、成田大臣に、約2馬身離れた4着に敗れた。サツキで、よもやの敗戦を喫したウィーニングチケットだったが、日本ダービーでは再び一番人気に押された。レースでは道中は中段に位置し、4コーナーで5番手まで上がると、 最後の直線でうちで懸命に粘るビワハヤヒで、外から追い込んできた成田大たらを振り切り優勝した。実に19回目の挑戦にして、悲願の日本ダービー制覇を果たした騎手の柴田正人は、その後の勝利騎手インタビューで、世界のホースマンに60回のダービーを勝った、柴田ですと伝えたい。と語っている、ダービー場となった、ウィニングチケットの秋初戦は、 菊花賞トライアルの京都新聞杯だった。レースでは、最後の直線で握るマイオジョンヌをゴール直前で、差し切り優勝した。続く、菊花賞では、トライアルを人気に応えて優勝したにもかかわらず、GI に勝利のビワハヤヒデに、人気で劣り、2番人気に甘んじた。レースでもウィニングチケットは道中で折り合いを書き、直線で抜け出したビワハヤヒデを捉えられず、ステージチャンプにも競り負け。 ビワハヤヒデから約5馬身離れた3着に敗れた。菊花賞後、ウィニングチケットは、中2周のローテーションで挑んだ、ジャパンカップでは、レガシーワールドの3着に入ったが、有馬記念では道中折り合いを書いたのが原因で、直線で伸びやみ11着に大敗した。5歳になったウィニングチケットは、菊花賞のレース内容から、天皇賞には出走せず、米国遠征が計画されたが、 体調が伴わなかったため、取りやめとなり、宝塚記念まで休養することになった。ところが、予定していた宝塚記念には間に合わず、復帰戦は高松の宮杯までずれ込んだ。レースでは、主戦の柴田正人が落馬事故で負傷していたため、柴田義富が起乗したが、一番人気ながらナイスネーチャーの5着と敗れた。続く、オールカマーでは、竹豊を安状に迎え、 天皇賞、宝塚記念と春の G 愛をに連勝したライバルの、美和早秀と対戦したが、美和早秀に一馬身4分の3の差をつけられて2着と、完敗を喫失した。そして、同じく、竹豊を背に、天皇賞に挑んだが、レース中に、屈腱炎を発症したのが原因で8着に敗れ、天皇賞の翌日に引退した。また、落馬事故により負傷していた、柴田正とも、 懸命のリハビリのいもなく、ウィーニングチケットが引退する。約1ヶ月前に28年の機種生活にピリオドを打っている。翌1995年2月5日、東京競馬場で引退式が行われ、ュ母場生活に入った。引退後は、静内スタリオンステーションで、種母場となった。産区成績は産強の中で唯一中央、重症化チウマを出すなどで、美は早日で、 成田立たを上回ったものの、中央重症勝利数は一生にとどまり、期待に応えたとは言い難い。母の父としては、スマートオリオンがオーシャンステークスを勝ち、ブラックシェルが NHK マイルカップで二着になるなど、少ないながらも活躍場を出している。2005年にタネボバを引退。現在は巨勢手術を受けて、浦川優春ビレッジア L で、引退名馬系洋展寺事業女性対象場として、 予選を送っている。2010年7月25日、函館競馬場でお披露目され、ビワハヤヒデと16年ぶりに再会。2013年5月26日には、東京競馬場で開催された第80回日本、ダービーの記念イベントに2000年の日本ダービーで優勝したアグネス・フライトと共に来場している。2019年9月18日に、悪質な見学者によって、 縦紙を切り取られる被害に見舞われている。ありがとうございます。